そら豆とわらと炭。とんと昔、豆の大好きなばあさまがいた。ある日、そら豆を煮ようと鍋に入れたら、一粒だけこぼれて、庭の隅までコロコロ転がっていった。まあ、一粒ぐらい構わない。ばあさまは、焚き付けにするわら束を取りに行った。すると、風が吹いてきて、藁の一本が飛ばされ、庭の隅の空豆のところへ落ちた。まあ、一本ぐらい構わない。ばあさまは、藁を燃やして、炭に火をつけた。ことこと、空豆を煮ていたら、今度は真っ赤な炭が一つこぼれて、コロコロ、空豆と藁の近くまで転がっていった。こんなところで灰になってはかなわない。どうだい、みんなでお宮参りに行かないか。炭が言った。賛成。空豆と藁が言った。そこで、空豆と藁と炭は、一緒にお宮参りに出かけた。ところが、しばらく行くと小さな川にぶつかった。さて、困ったぞ。そら豆と炭が言った。すると藁が、大丈夫、オイラは体が長いから橋になろうと言って川の上に伸びた。それじゃあオイラから先に渡るよ。炭が藁の上に乗ろうとしたら、そら豆が止めた。待った待った、先に渡るのはオイラだ。とんでもない、オイラが先だ。炭とそら豆が喧嘩を始めたので、藁が言った。そんなら、じゃんけんで決めたら？じゃんけんポン！そら豆が風呂敷を出し、炭がハサミを出した。ほら見ろ、やっぱりオイラが先だ。じゃんけんに勝った炭が、とことこ藁の橋を渡っていった。ふと、下を見ると、水がちょろちょろ流れている。炭は水が一番の苦手だ。急に足がすくんで動けなくなった。おい、早くしてくれよ。藁は熱くてたまらない。それでも炭は動けない。そのうちに藁がもこもこと燃え出し、真ん中からプツンと切れてしまった。もうダメだ。炭と藁はジュンと水に落ち、そのままくるくると流れていった。なんだあの格好は。それを見ていた空豆がおかしくなって、ゲラゲラ笑い出した。ゲラゲラ笑っているうちに、パチンとお腹が裂けた。痛いよ、痛いよ。空豆が泣いていると、そこへ娘さんが通りかかった。どうしたの？そこで、空豆はこれまでのことを詳しく話した。それはお気の毒。でも、人の失敗を笑うのはいけないことよ。そう言って、娘さんは懐から針箱を出し、針に黒糸を通して、そら豆のお腹の皮を縫い合わせてくれた。そら豆に、一本の黒い筋がつくようになったのは、その時からなんだって。